秋田弁の音韻では、秋田県で話される日本語の方言である、秋田弁の音韻について記述する。秋田方言の音韻は、他地域の東北方言にも言えることであるが、共通語との差が大きい。以下では、発音表記に国際音声記号を用い、音素は、で、具体的音声は、で囲んで表記する。共通語と秋田方言の単母音の超音位置の、模式図。 津の左ほど下の盛り上がりの位置が前であり、右ほど奥である。また、津の上ほど口の開きが小さく、下ほど大きい。母音の発音には、年代差、地域差、個人差がある。秋田方言の母音,音素は、共通語より一つ、多い、A、I、U、E、O の6つが認められる。共通語の A に当たる、A の音声は、 共通語とほぼ同じ非遠心な字多項母音のであるが、共通語よりやや口の開きが狭い傾向がある。また、共通語の王は、遠心語した半狭母音、王と遠心語した半広母音の中間の王であるが、秋田方言の王は、共通語よりやや狭く、基本母音の王とほぼ同じ程度の口の開きで発音されることがある。また、王の唇の丸目が、 共通語より弱く、退落ちびる化した、非炎心語したハンセマ母音のように発音されることもある。しかし、これらの母音音素の発音は、共通語のあや音の際はそれほど目立つものではない。他の四つの母音はいずれも、共通語にない発音であり、秋田方言の特色をなすものである。共通語のいは非炎心前絶境母音の愛であるが、秋田方言の愛の音声はかなり、 中舌よりの、である。また、共通語のうは、唇の丸めが弱い非炎心語説教母音の、であリやや、中舌よりであるが、秋田方言ではさらに唇の丸めが弱く、中舌よりの、である。そのため、愛と言うは、共通語の意とうよりも互いに近く発音される。愛が、直前の死因を口外化する程度は、共通語より弱いが、口実するように、 h, p, b, などと結合した場合には、強い公害化が認められることがある。c, in, s, c, z と結合した場合には、i, と ,u, が ,i, に統合されており、共通語の詩と、す、とつ、じとつに当たる音節が区別できない。例えば、ししと、すすと、すしはいずれも、ss, りと、ナスはいずれも、なシ、ちちと、どはいずれも、 z, 口と、クツはいずれも、kz, くじと、くずはいずれも、k のように発音され、アクセントと母音の無性化の位置以外は、区別がなく、同音異義語となる。スー、シー、ユ、ー、ズーという音節が欠如しているとみなすことができ、これは、北大方言に共通する特徴である。しかし個人によっては、南大方言のようにどちらも、と発音するものも存在する。また、 文字教育を受けた現代の高年層、中年層の中には、七字を S、Z と発音し、筒子を S、Z と発音して区別していると意識しているものも存在する。これ以外の行の場合には、I と U は互いに明確に区別されており、例えば、にるとぬるは、それぞれ N と N と発音されて混同されることはない。 共通語の絵は非延心前下半狭母音、E と非延心前下半広母音の中間の E であるが、秋田方言の E の発音は共通語よりやや狭く、基本母音の E とほぼ等しい。I と E が死音と結合せず、母音単独の場合は E に合一して発音され区別がない。つまり、共通語の意と絵に当たる音節の区別がない。 具体的な発音は、いいや、いいのような発音でやや幅がある。例えば、駅と駅はどちらも、えじと発音され、恋と声はどちらも、恋と発音されて区別がない。しかし、高年層では、い、単のように、いという母音単独で、語を形成する場合に限り、直前に軽い摩擦音を伴って、いや、と発音される傾向が強く、え、からは、 イ,イと発音されて区別がある。多くの地域では、共通語のイにあたる音節とえにあたる音節はほとんど、すべて、イに合流しており、単独の、アイがある語は、数語に限られる。やや世代が下がると、イ単も、イと発音されて区別されなくなる傾向がある。また、県北方古の中には、北秋田市の旧高野須町や旧阿町などに、駅、駅や、こ 声などのような語も、や、と、いいとで区別する地点がある。共通語にない母音音素は、共通語の愛、愛にあたる連母音が融合してできたものであり、他の母音音素に比べて安定していない。世代が下がると、いい、との区別が失われる傾向にあり、中年層でもすでに区別しない発音が一般的である。現代の中年層以下の年代では、 共通語化が著しく、母音,音素が共通語と同じ5つになり、各母音の具体的発音も共通語と同じになっているものが多い。また、共通語の首と、地ちとつ、じと図の混同、いとへの混同などの特徴も中年層では失われつつある。中年層では、県南部ほど共通語化が進み、県北西部ほど方言音を残す傾向がある。若年層では、 全域でこれらの特徴が失われ、共通語と同じ発音になっている。共通語の愛、愛にあたる、愛、愛は融合してとなっており、いや、のように発音される。高年層においては、連母音としての意識が強いと見られ、あ、い、など、発音の途中で、超音点が移動する曖昧な二重母音に発音される傾向がある。また発音時間も、のように、音から、 超音の間で一定していない。なお、口実するように、秋田方言では、超音が十分に長く発音されないため、以下の発音記号では、半長母音を示す、を用いる。この母音は、高い、浅い、太鼓、苗、生え、お前、あんばい、しょっぱい、早い、暗い、弱いなど、ほぼすべての死音の後に現れる。しかし、外国、ネクタイのように、秋田方言に、 もともと存在しなかった新しい語彙では融合せず、いい子、ネックテのように、愛になることが普通である。また、米代川の上流地域では融合しない、愛が優勢な地点が多く、特に、藤里町、藤子と大館市場代や、和之の市とはだけまないなどの地点ではほとんど、が認められない。共通語の A にあたる、A は融合して、イ、e、ーなどと発音される。これは、 共通語とほぼ同じである。ただし単インの場合と同じく共通語よりやや狭い。高年層では、愛、あえとははっきりとした区別があり、例えば、ハエを、というのに対し、ヘエえを、いというように区別する。共通語のうい、おいにあたる、うい、おいは融合してそれぞれ、イと発音されることが多い。例えば、寒いは、サミまたは、ビー白いは、 サヤのように発音される。ただし、ウイとウイの場合、サム、シロのような融合しない発音も並行して聞かれるなど、必ずしも規則的に融合するわけではない。共通語の合う、王にあたる、英雄、うは、動詞の終止形、連体形の場合は融合せず、例えば、カウは、カ、オモウは、オモのように発音される。しかし、漢字語では、歴史的かな遣いの合う、王が、 いずれも融合して、王となっており、中世の中央語や現代新潟方言、九州方言などに見られる海音と合音の区別はない。共通語の家、上、オエなどにあたる、アイイウ上、オエ、も融合することがしばしばあり、いずれも e になる。例えば、見えるを、み、くえを、け、覚えるを、お b というような例がある。中年層では、と、イイの区別が失われ、 愛も、おいもどちらも、いいや、いいのように発音される傾向が強い。甘い、高いなどの形容詞の場合では、若年層でも、母音融合が盛んであるが、発音は、雨、ていなどになる。中年層以下では、あえ、えい、おいが融合した場合にも、いいと発音され、愛との区別がなくなるのが普通である。共通語の意図にあたる、共母音の、愛という。 無性シーン、K,S,T,C,P に挟まれた場合や、それらの無性シーンと結合して5末に位置した場合に、母音の無性化を起こす。例えば、北は、K,T, 串は、K,S, ですは、デジーのように発音される。母音の無性化は、東北地方南部、関東地方、北陸地方、出雲地方、九州地方に目立つ一方、北海道、 秋田県を含む東北地方北部、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方にはあまり目立たないと分類されることが多い。しかし、前述した条件でも母音やウが無性化することが、ほとんどない近畿方言や四国方言とは違い、秋田方言を含む東北方言は、母音とウの無性化に関しては、むしろ盛んである。上記の条件を満たす場合でも、愛、 u を含む音節がアクセントの上で高く発音される場合、無声化は起こらない。例えば、しし、すし、すすはいずれも、しし、でどちらの音節も無声化の条件を満たしているが、しし、すすは、アクセントが肯定であるために、後の、i が無声化して、ss と発音され、すしは、アクセントが抵抗であるために、前の、i が無声化して、 ss と発音される。秋田方言のシーン音素は共通語と同じ、k, s, t, c, n, h, マイメートル r, d, b, p が、また半母音として、j と w が認められる。直音とは、陽音や側音、発音以外の音節を指す。k とは、五等での発音は、それぞれ、k とである。 共通語では、i と結合した場合に、やや公害化して、くじい、じいと発音されるが、秋田方言では公害化の程度が、共通語より、かなり強く、摩擦音が介在した、けいに発音される。場合によってはそれぞれ、ち、や、じ、とやや紛らわしく聞こえることがあるが、個別的な例を除いて混同することはない。語中では口実するように、けい、 は優勢化して、とは微音化して、と発音される。S と Z は、五頭ではそれぞれ摩擦音の、S、破擦音の、と発音される。ただし、Z の破裂の程度は弱く、DZ または Z のように不完全な破擦音や完全な摩擦音で発音されることもある。共通語では、S や Z は、I。 と結合した場合に公害化してそれぞれ C、I と発音されるが、秋田方言では公害化せず S と発音される。このため、他地域の人には図のように聞き取られることが多い。前述したように、秋田方言では共通語の一つにあたる音節が区別されずどちらもこの発音になる。ただし、中年層ではこのような発音は北西部に限られつつあり、 若年層では全域が子音も含めて共通語と同じ発音になっている。一方、共通語のせ、ぜにあたるせ、ぜは高年層を中心にいい、いと発音される。これは歴史的には中世末期の中央語に見られた発音の残存である。せについてはさらに下の位置が後ろ寄りになりいい、ひと発音されることもある。例えば、 背中は、セナ、セナ、セナ、ヘナの発音が並存している。t と d は、語頭では、それぞれ t、d と発音される。i と結合した場合には、共通語と同じように、じじに変化しており、さらに u と結合した場合も、ちとじになっているため、共通語と同様に、t、2 D、1 0の音節は欠けている。 語中では口述するように t は優勢化して d と d は微音化して d と発音される。c は共通語では窒に認められる心音素である。共通語では秩が秩つが cu とみなされる。秋田方言では共通語の窒にあたる音節がどちらもと発音されるため秩が存在し cu は欠けているとみなせる。さ CO という組み合わせも少数認められる。語中では優勢化して Z と発音される。H は共通語では A、E、O と結合した場合は H であるが I や J と結合した場合に公害化してと発音され U と結合した場合には両唇を近づけるとなる。秋田方言では U と結合した場合には 共通語とあまり変わらないであるが、高年層では、i、e と結合した場合にも、両唇を近づける、いが聞かれる場合があるのが異なる。はい、の場合は、と発音されることもある。また、と結合した場合にも、という発音が聞かれる。しかし、ヘクタールと頬に関しては、唇の丸めが認められず、共通語と同じように、ヘクタール、 方と発音されるのが一般的である。県南方ことでは、が他の地域より顕著に認められ、あ、おといった発音が確認された地点もある。この発音も中世日本語の高音の残存である。現在では、この発音はかなり衰退しており、高年層にわずかに残っているに過ぎない。P と B は i と結合した時に、K。 との場合と同じく強く郊外化して、p、b と発音される場合があるが、キ、や、i、の場合ほどは、規則的ではない。b は、語中では微音化するが、p は、語中でも濁音化しない。n、m y ル、r の発音は、共通語と同じである。i、と結合した時の郊外化の程度は、共通語より弱い。また、j、と、w、 の発音も共通語と同じである。w は共通語と同じく唇の丸目が弱いである。陽音とは、死因が高校外科や遠心化されたもので、高校外科されたものを開け陽音、延伸化されたものを合陽音という、現代共通語には開け陽音しかない。海陽音回陽音は共通語と同じように、kj, sj, cj, nj, hj, mj, rj, gj, ザヤ、,bj, pj が存在する。a, u, o と結合した形がすべての行に見られる。sj, cj, zj は公害化して共通語と同じようにの詩音で発音される。南を追う方言では、し、と、す、と、スタジュう、チと、しユと、くジュう、じ、と、ズ。 座獣がそれぞれ、スう、しゅに合流していて、スタジュじゅう、座獣が欠けているが、秋田方言では、スと、シユと、ズ、が欠けているものの、スタジュと、クジュう、と、座獣は欠けていない。はーい、ひー、が、いと発音される場合、はや、なども、座のように発音される。合用音共通語のか。 がにあたる音説のうち、歴史的仮名遣いで、くわ、ぐわと書かれるものが、秋田方言においては、くわ、わと発音される。これを合用音という。合用音は、中世初期に漢字音に伴って日本語に取り入れられたもので、当初は、くい、ぐい、くえ、くえもあったがこれらは定着せず、くわ、ぐわだけが長く定着した。中世には、中央語でも、直音の、か、 がとはっきりと区別されていたが、江戸時代半ばには、江戸や京都では区別がなくなった。一方、秋田方言では高年層には歴史的仮名遣いに対応する区別が残っている。例えば、家事と家事はそれぞれ、くわと家で区別があり、くわを含むことして、スイカが SA やかんが乗などと発音される。また、はもう見られるが、 現在の高年層ではこれは後頭の場合に限られ、後中では、あ、と区別なく、あと発音されることが普通である。例えば、元日は、ウェイニーイと発音されるが、正月は、コアジーと発音されるのが普通である。明治30年代以前に生まれた和社には、正月にも、コアジーのような発音が見られた。本来は五用音は、漢字用にしか現れない音だが、方言では、 クワからクワへの変化により、ワゴにも合用音が現れる場合がある。例えば、クワ内がクアン、そうやクワがクワとなることがある。合用音は秋田県のほぼ全域に分布していたが、数の市、花輪町には合用音が存在しないことが確認されており、一方数の市とはがけま内の1887年生まれの、 和射には合陽音が存在することが確認されている。合陽音は日本の各地に残っていたが、ほとんどの地域で衰退が著しく、秋田も同様である。1900年以前に生まれた和射は合陽音をよく保持していたが、それ以下の年代では消失しかけており、1920年代以降に生まれた和射には個人によって一部の語に見られるに過ぎず、1940年以降に、 生まれた和社からはほとんど聞くことができない。知識としての合用音の理解もおおよそ1940年以前に生まれた和社に限られる。現在では高年層でもほとんど合用音の発音は見られない。合用音を持たない和社は、家事と家事をどちらも、かと発音し、食わないを、かーんと発音する。そう、くわには、かの形がなく、合用音を持たない和社には、くわ、 の形が現れる。秋田方言では、語中の K、T、C は優勢化して、それぞれ D、Z と発音される。例えば、坂は、祖、旗は、肌、道は、M、Z と発音される。これは、秋田方言の発音の特徴の中でも特に目立つものであり、地元の人々の間でも明確に意識されている。S や P、 は有化しないこの優勢化は、即音や発音の直後の死因には起こらない。例えば、買ったは、カットた、三角は、即かのように発音される。超音の直後の場合は優勢化するのが普通だが、稀に優勢化しない場合もある。また、直前の母音が無性化する場合は、テータ、エスタのように死因は優勢化しない。しかし、口、机のように、 死因を挟んで、強母音が連続する場合に、母音の無声化が起こらずに、死因の優声化が起こり、KZE のように発音される場合がある。語中では、DZB が微音化する。は微濁音のとなり、DZB は直前に微音が入った DB のように発音される。ただし、B の場合の微音化は、必ずしも規則的ではなく、 微音化する場合も微音化の度合いは他の場合より弱い。また、微音化も発音の直後では起こらず、速音の直後には D,Z,B が来ない。語中では K,T,C が優勢化する一方、D,Z が微音化するため、語中での K とは微濁音か、非微弱音かで区別され、T と D,C と Z は 全美音のウムで区別されることになる。例えば、開けるが、あで、あげるは、あ、旗は、肌で、肌は、ヘクタールが、蜜は、MZ で、水は、M のような対立が生じるため、語中でも元々の濁音という成果により生じた、濁音が混同されることはない。全美音は特に早い発話ではしばしば直前の母音と融合して、美母音になり、肌が、ほだ。 水が、M、覚えるが、O、B のように発音される。五島では、語彙的に変化した少数の語を除いて落音化は起こらない。五中で落音が微音化する現象も中世の中央語に見られた音の残存である。五中の画業は、より古い、の発音が山形県の一部や新潟県北部に見られ、秋田県内にも、そのような発音をする地域が一部に確認されている。 現在ではビヨン化現象は東北地方全体で急速に衰退しており、特に B は高年層においてもビヨン化しない発音が普通になりつつある。これは P が語中で優勢化しないため、B がビヨン化しなくても混同が生じる恐れがないためと考えられる。ビヨン化の衰退は B、Z、D の順に著しい。これは 中世の中央語で微音化が衰退していった順序と一致しており、死因の超音点が前のものから微音化がなくなる傾向が認められる。秋田の高年層では B の微音化がかなり衰退し、Z も微音化しない発音が増えつつあるが、D とは微音化するのが普通である。中年層では B はほとんど微音化せず、Z や D も微音化しない発音が増えつつあるが、の微音化は保持されている。若年層では B、Z、D の微音化はほぼ消滅しているが、が、として発音される傾向はかなり強い。これは標準語で語中の画業を微濁音ので発音することが規範的だとみなされていることも一因である。日本全体で見ると、 本来は、五中の画業が微濁音になる地域でも微濁音の衰退が著しく、例えば、東京の若年層では微濁音を用いないのがむしろ普通になりつつあるが、それに対して、秋田の若年層の画業微濁音保持率はかなり高い。中年層から若年層にかけては、五中の画業の微音化現象が衰退しているのに、対してご中の多業の優勢化現象は、 比較的よく保持されているため、このような年代では、語中の多行と多行が同じ発音になり、聞いた時に区別できないという問題が生じつつある。秋田方言には、共通語と同じく、Q、R といった特殊音素が認められる。このうちは、共通語や多くの方言では語頭には現れないが、秋田方言では語頭にも立つことができる。例えば、DA。 いや、あ、メートル、などの例がある。共通語や大部分の日本語の方言では、う、は、か、くや、のような音節と同じ時間で発音され、例えば、学級新聞は、共通語では、が、旧新聞のように八つに区切られて、それぞれが、がと同じ長さで等間隔に発音される。 このように一定の時間的長さで発音される音の分節単位を吐くといい、発音、即音、超音が一拍を形成する日本語の方言を、網羅方言という。これに対し、発音、即音、超音が独立した拍を形成せずに、直前の音節に従属し、網羅方言のような等間隔のリズムが十分に存在しない方言を、 シラビーム方言という。秋田方言はシラビーム方言に属する。例えば、学級新聞は共通語のように八白に区切られるのではなく、学級新聞のように四音節に区切られ、それぞれがリズムの単位となり、全体としては共通語よりかなり短く発音される。共通語では、新聞は、渋の2倍、カッタは、カッタの1.5倍、空気は、 茎の1.5倍の長さで発音されるといったように、白単位の当時性が認められるが、秋田方言では、そのような白の当時性が十分に見られない。特に超音の場合に、シラビーム方言の色合いが濃く、空気と茎で発音時間がほとんど変わらないような発音が多い。即音の場合は、モーラ方言と、 シラビーム方言の中間的な状況が発音の場合は、網羅方言的な状況が一般的であり、超音のみが短く速音、発音は共通語と変わらないという発音も見られる。中年層以下では、このような発音は衰退している。以下では、音音韻体系の違いによる、規則的な音韻の違いではなく、個別的な現象として現れるものを取り上げる。 死因脱落は北方言では、母音、E と結合した場合に、R がしばしば脱落して発音される。例えば、されるがさえる、俺が追え、これが超え、見られるが、見られるのように発音される。ただし多くの場合は脱落しない発音も、併存している。するの命令型は、すれからすを経て、母音融合して、シェとなり、すれと、シェが併存している。くれるも、 同様にクレルからクエルを経てケルとなっている。また、イワネア、チカワネアのような形から、W が脱落して、イヤネア、チカワネアのように発音されることもある。さらに、座ってが座ってを経て、サってのように変化している場合もある。マイメートルが脱落する場合もある。形式名詞として使用される、ものが飛行のオンなどとなったり、水量の上に物がついた、 も物が、呻物、呻音、呻んなどとなっている例がある。県北で多用される理由表現のためにが体にと発音されることも多い。また、にが、n を脱落させて、い、e、いとなる現象が、ゆり地方に多く見られる。例えば女子のいにが、えと発音されたり、本当にが、本当にから本当へを経て、本手となったりする。これは、 山形県庄内地方の方言に通じる特徴である。母音脱落、N と母音が結合した音節では、語によっては母音が脱落して発音化する。例えば引くのか、のだ、マイナスの時が引くんか、引くんだ、引くん時となったり、何も、何かのような形が何も、何かのようになる場合がある。音節脱落音節が脱落する場合としては、そういうのはが、 相違の和になるように、U が脱落する場合、エアなゴドがやなゴドになるように、E が脱落する場合、オモデアがモデアになるように、o が脱落する場合、モスコシがモコシになるように、スーが脱落する場合、チレデキダがチデキダになるように、リが脱落する場合、やっぱりがやっぱになるように、リが脱落する場合などがあるが、いずれも個別的なものであり、 規則的ではない。母音交代、王と u が交代している場合が比較的多い。u が王に変化している例としては、くそり、このが、のま、のるや、おこ、えし、おんぶげ、ちよ、のこる、はこぎ、ほだろ、もご、もご、よぎ、よりなどの例がある。また、王が u に変化している例として、あすんぶ、ぬる、こいゆみ、ふるしぎや、 うぐんば、ぬぎ、まなぐ、むり、ゆぐなどの例がある。いずれも、語彙的なものであって、規則的ではない。また、愛といいが交代している場合もある。愛がいいに変化している例として、めシェ、しェげ、しとめや、めめんじ、いいが、愛に変化している例として、とき、びろ、やぎみしなどの例がある。しん交代引き出しが引き出し、 一人が一人となるように、はーいが、し、と交代することがある。秋田方言の、はーいは、もともとは、と発音されていたが、新音声がを余って、と発音されるようになってきたために、し、と、音が近づいて、このような交代が起こるようになったものである。た、が、語中で優勢化して、だとなり、さらに、ra、と交代する場合がある。例えば、 走っていたが走ってら、見ていたが、見でら、ぶったたくが、ぶったらぐのようになる場合がある。また、そんなに相当する、ソンタナは、秋田方言で、連帯型が、終始型と同型になるために、ソンタナとなり、さらにソンタラとなる。これは、だから、R、A、えの交代である。アレオネが、アデオネとなるような、りからで、えの交代も、稀に見られる。やっぱり、 丸っきりのような語には、やっぱし、丸っきしのように、り、から、し、への交代を起こした形が見られる。野行音の、j、が、高行外接近音の、j から摩擦を強めて、有性高行外摩擦音の、になり、さらに無性化により無性高行外摩擦音の、になり、そこから、無性死刑高行外摩擦音の、や、無性性門摩擦音の、 えいに変化する現象が見られる。特に、ゆうに多い。ゆり本城市の小吉やあゆかでは、ゆうがひゅう,うを経てしゅう、しゅとなっており、しゅわねあ、しゅた、しゅ、しとぎ、しゅえんば、しゅえのように活用する。また、山本郡三主町宇川でもしった、しゅったっての形がある。数の地方から、北あき地方にかけてもこの現象が見られる。この地方では、和行号団が、 規則的に、な行五段になり、U は、ヘルやシェルの形で現れる。入れるも入れるから、イエル、イエルを経て、シェル、セルになっていることがある。依頼の、してくださいが単へ、単ェとなることがあるが、これは、タモレから単へ、単エ,エを経て変化したものであり、秋田県内では、タモレ、単へ、単ェが並存している。S が、H に変化する現象も見られる。 例えば、そうですねが、ホうんでしねのように発音される。また、近畿から日本海沿いに伝わってきた理由表現の境にが、ゆり地方南部で、下げとともに、ハゲの形で現れる。ゆり地方では、本城のんでござりンんほ、んでござらほ、んでがほ、矢島のんだダホほのように、諸がほに変化した形もある。このような変化は、 ユリ地方と障害地方に共通して見られる。五島で無性の死因が優勢に交代する現象が語彙的に見られる。特にガニ、ガメ、岩盤のように K から F 変化している例が多い。他にドド、バジなどの例もある。キや KJ が交代化してチや CJ に変化している例も見られる。例えばチャファンやチョウなどの例がある。また、 J が ZJ に変化しているジュニグのような例や、G が I に変化しているのき、チチキ、ギシャグのような例もある。音節交代 RU やリが N や D の直前で発音に変わる現象が見られる。例えば、やるのががやんながに、みでるながみでんなになったり、それならがそんならに、それんでがそんでになったりすることがある。また、 RU は T や K の直前で即音に変わることがある。例えば、するとぎがすッとぎに L ドがエット、クルドがクッとくるがらがくッからになることがある。また、2が T の直前で即音に変わる場合もある。例えば、おととしがおっとしになることがある。クーが脱落して長母音に変わることもある。例えば、 よぐがようになることがある。複数の音節が一音節に縮められて発音されることを縮約という。秋田方言では、係助詞の和が直前の音節と縮約されて発音される場合がある。今度はが今だとなるように、どはがだに縮約したり、これはがこりゃ、それはがそりゃとなるように、れはが rja に縮約される場合がある。 中年層以下の若い世代を中心として、これではを、これじゃ、それではがそれじゃとなるように、では、から、座や、への宿約が見られるが、これは東京の交互の影響であり、高年層はほとんど用いない。ではにあたる形は、んだんばや、んでなどの形で表すのが一般的である。動詞の語尾の、ru と助詞の、no が宿約して、るの、 が発音になることがよく見られる。例えば、ミデルノンだが、ミデンダになる。連母音の第二音節が、母音のみの場合、逆行動化を起こす。例えば、押しえでが押し、エでになるような、シェンから、せエの変化。あげておグが、あげとぐになるような、手をから、つうの変化。このあえんだから、こなえんだになるような、ノアから、なエの変化などがある。 秋田方言では音節に即音や発音、超音といった特殊音節が付加されて発音されることがある。例えば発音の点火として、あまりが、あんまり、何もが、何にもと発音されたり、えちもが、えッちも、ふたちがふたちと発音される場合や、よぐが、よぐ、じっとが、じりっとと発音される場合などがある。これには音声的な側面と、 心理的な強調の側面とがある。隣接する音節同士が入れ替わったり、声楽が交代したりして発音されることがある。例えばほとんどが、ほどんとと発音されたり、やがましが、やがしまえを経て、やがしめあになったり、おどでながおでどなになっていたりする。伝統的な秋田方言に現れる音節を整理すると、以下のようになる。上から、音素代表的な音声。 この項目で用いる金表記の順に記すこのような体系は地域によっても多少違いが見られ、また世代ごとにも異なる。高年層では、ほとんどの地域での列があるが、地域によってはない場合もある。愛の音節は、多くの地域では、数語の1音節語に限られ、共通語の位に当たる音節は大部分が、い、e、いに統合している。愛、単独の音節が、 全く存在しない場合もある。一方で、愛と e の統合が起こっていない地域もある。高年層では、語中の和があにほぼ統合されており、語頭の和や語頭語中の句はもかに統合されつつある。また、せの発音は e と e とひがはいの発音はとが認められる。 中年層では共通語の影響が大きく、音韻体系も共通語的なものに変わりつつある。くはとはは消滅してかとあに統合されている。を含む音節は多くの和者で e を含む音節に統合されて失われている。j は e に統合されている。その一方で共通語の影響で多音節語での愛を獲得したり、す 図 cu を獲得したりしている話者が多い。具体的な音声も共通語に近づいている。若年層では共通語との音韻体系との違いはほとんど失われているが、途中での家業と他業の優勢化、家業の微弱音化は比較的よく保持されている。ありがとうございます。